日本の防衛産業の武士、三菱重工業者に次ぐ規模と貢献を果たしている川崎重工業者が、本気で、三菱との防衛事業協力を拡大を目指しているとの情報をキャッチしました。今回は、最新鋭潜水艦を建造する川崎重工について詳しく見ていきます。原子力潜水艦よりも優れているとも感じる大鯨型潜水艦に、トータラなディーゼルエンジンが誕生したのをご存知でしょうか。川崎重工が開発していたもので、遅れて大鯨型4番艦から搭載しています。自国で生産できないと兵器調達が遅れるよね。2023年12月、現在の日本政府を預かる岸田政権は、2024年度の防衛予算案を、これまででの最高額となる7兆9496億円とすることを閣議決定。同年夏の時点で想定された概算要求額よりも、さらに積み増した形となった。現在の日本の防衛予算案は、さらに、今から、前々年の2022年末に、一部の名称変更とともに刷新された、いわゆる安保関連3文書、その中でも、防衛力整備計画に基づいて増加が図られており、厳しい日本の安全保障環境を反映したものと言えよう。現在の岸田政権は、発足時より、その施策として、骨太の政策を掲げ、2023年度から2027年度までの直近5年間の防衛予算を、総額でおよそ43兆円規模に拡大することに着手、2年目にあたる2024年度分も大きく増加させた。この5年間で総額およそ43兆円という防衛予算の規模は、従来まで不分率として日本の政治上で扱われていた対 GDP 比で約 1% を目安とするという目標を倍の約 2% にまで引き上げることを期としている。軍事費を対 GDP 比で約 2% を目安とする指標は、ヨーロッパの NATO 加盟国も目標に置いている数値であり、日本もこれに習ったと見る向きも多いが、単純にこれまでの倍額に相当するというわけでもない。というもの、岸田政権が掲げる防衛予算額を対 GDP 比で 2% とする目標の中には、陸海空の3自衛隊に加えて、海上保安庁の予算も包括したものとなっており、従来の自衛隊のみのものとは単純比較できない側面もある。それでも、太平洋戦争後で最も悪化してると懸念されている日本の周囲の安全保障環境の現実を鑑みれば、増加の方向に舵を切ったことには変わりがなくなく、個人的には一定の評価を受けて叱るべきではないかと感じる。これまでの太平洋戦争後の日本の防衛予算案は、旧ソ連陣営とアメリカ陣営との冷戦構造が、前者の自然崩壊によって終わりを迎えたことを反映し、明らかな減少基調で推移してきた点は否めない事実であった。それに伴い、多数の日本の防衛関連に従事していた企業が、その分野からの撤退を行っており、正直防衛装備品の供給に関与することは、企業の業績から判断すれば、利幅の薄い、ビジネス面では、利点の少ない分野と言えた。そのため、日本の防衛装備品の供給元として、それでも名を連ねてきた企業の多くは、ビジネス上の採算、利益率は多くとも、売上の2から3% という現実を甘んじて受け入れ、国防を担う責任感から継続をしてきたと見てよいだろう。こうした日本の防衛装備品の業界を支えてきた企業として最も著名であるのは、間違いなく三菱重工業者であると思われるが、キレに次ぐ2番手の規模とシェアを堅持しているのが川崎重工業者である。ただし、防衛装備品に限定せず、企業としての売上規模という観点から見た場合、日本の防衛装備品の供給元企業は、売上高約5兆円の三菱電機社が、首位、2位が、同約 4.2 兆円の三菱重工業者、3位が、約 3.9 兆円のダイキン工業者となっている。続いて、4位が、同 3.7 兆円の富士通、5位が、同約 3.3 兆円の日本電機、6位が、同約 1.7 兆円の川崎重工業者となっており、これに、7位で同約 1.3 兆円の IHI 社、8位が、同約 2.4 千億円の日本製鉄所社、9位が、同約 2.2 千億円の新明和工業社、10位が、
同約 2.1 千億円の火油車と続く。今回ご紹介したいのは、全体の売上で約 1.7 兆円を計上している川崎重工業者で、同社は陸上自衛隊向けに偵察用のオートバイや回転翼機の CH-47、海上自衛隊向けに対艇型潜水艦や追潜哨戒機の固定翼機 P-1、航空自衛隊向けに輸送用の固定翼機 C-2 を供給している。川崎重工業者は、前述した三菱重工業者、IHI 社と並んで、日本の重工業の一角をなす代表的企業の一つであり、民生品の分野では、二輪車、オートバイや水上オートバイ、また、鉄道用の車両の製造等でも、広く、その名を知られている。全くの個人的な余談だが、川崎重工業者の大型オートバイは、トム・クルーズ主演の人気アクション映画、トップガンシリーズでも、主人公の愛車として疾走するシーンが印象的で、戦闘機パイロットの普段の足としての存在感がよく表現されていたと感じる。川崎重工業者の起こりは、古く、1878年の川崎築地造船所の設立まで遡り、鹿児島の出身の川崎正造が、当時の薩摩藩の御用商であった山木屋への勤務を経て、大阪で船舶を用いた貿易商として起業したことに端を発する。以後、造船業から鉄道の機関車や旅客車の製造に乗り出し、航空機の製造技場にまで業用を拡張、現在に続く川崎重工業者としての基礎を築き、太平洋戦争を挟んで日本を代表する重工業企業として今日に至っている。現在の川崎重工業者は事業部門制度を敷いており、同社ホームページ上の記載によれば、川崎車両株式会社が鉄道車両製造を手掛け、日本の神戸のみならずアメリカにも2カ所に工場を構え、日本における同分野のリーディングカンパニーとなっている。続く事業部門として航空宇宙システムカンパニーがあり、ここでは前述した自衛隊向けに対潜哨戒機の固定翼機 P-1、輸送用の固定翼機 C-2 等の製造を担うほか、日本における回転翼機のシェアでも首位の地位を占めている。この航空宇宙システムカンパニーでは、完成品としての各種の固定翼機、回転翼機の製造に止まらず、民間の旅客機用のターボファンエンジンや回転翼機用のターボシャフトエンジンの製造も手掛けている。次に、エネルギーソリューション&マリンカンパニーという事業部門は、エネルギー、プラント、専用推進、船舶海洋という4つのディビジョンから構成され、船舶海洋ディビジョンにおいて潜水艦建造を担当している。そして、川崎モータース株式会社が、同社内で唯一となる一般ユーザーへの製品の提供を行っている事業部門であり、主として、オートバイ等の二輪車や、レジャー用途の四輪のバギー等の製造を行っている。最後の事業部が精密機械ロボットカンパニーであり、ここでは建設機器、産業機器、及び船舶用の油圧機器であるポンプやモーター等や、これらを一体化させた装置を製造、また各種の生産工場向けに各種の産業用ロボットを提供している。川崎重工業者では、2023年度の第3四半期までの累計においては、パワースポーツ&エンジン事業が約 33%、航空宇宙システムとエネルギーソリューション&マリン事業が約 19%、精密機械・ロボット事業が約 13%、車両事業が約 11% の売上を占めている。日本の防衛装備品の調達価格で見た場合、最新鋭の対艇型潜水艦の2番艦で、2023年3月に収益を果たした枠芸は、1隻でおよそ720億円、対潜哨戒機の固定翼機 P-1 は、一機で、およそ150億円と、決して安価ではない。しかし、川崎重工業者の企業としての売上の内訳を見ると、枠芸を含むエネルギーソリューション&マリン事業や P1 を含む航空宇宙システム事業よりも、オートバイを中心とするパワースポーツ&エンジン事業に比重が大きいことがわかる。冒頭で述べたように、日本の防衛予算案は、昨今の安全保障環境の悪化を反映して増額基調に変化しているが、
例えば、川崎重工業者の P1 などは、無人航空機による任務の一部移管も加わり、2023年度予算までの累計調達数は、45機と減少傾向にある。川崎重工業者では、現在の防衛予算案の総額の拡大を受け、防衛装備品としての自社の売上規模も拡大する予測を行っているが、額面のみならず、採算上からも、現行の2から 3% という水準が、予測通りの 10% ほどに上昇することを願ってやまない。